はい、えー、ホワイトベース館内放送ですねもうもう真っ暗ですというのはですねお店はもう休みにしたんですよ、お店はもう休みにしたんですけども、僕はもうワーカホリックなんで出てきちゃうんですよね、まあ、まあ行ったもんですけど、まあ普段からそんな感じです、まあ、スタッフさんたちに、ね、休みが出せたので良かったなと思っておりますけれども、えー、とですねタイトルにある通りのお話なんですが、あー今日は、ね、あのこのお手紙をいただいております、この封筒で分かりますね、送った方。はい 教習所で、うん、暴言を吐かれた経験のある人、いますか、いたらです、ねまあ、どんなことがあったかっていうのをです、ね、教えてもらいたいんですよ。であのーまあ、別にです、ねえーまあ、教習所のです、ねえー、教習方針について僕は文句を言うつもりはまるでないんですけれども。 あのまあ、い,いくつかの方面からですね、えー、こうしたお話をもらっているので、えー、まあ、お手紙もたくさんもらったことですし、ちょっと議題にしていこうかなと思います。えっ、ー、と皆さんの中にですね、えー、教習所の教習がものすごく厳しかった、うん、と思う人、それから。 あそれかあ、厳しくなかったよ、すごく親切で優しかったよという人、えーまあ、いらっしゃると思うんですけども、じゃあ、それがですね、えー、その教習を終わって、えー、免許を無事取得して、えー、行動に出てですね、えーまあ、それが良かったかな、結局、良かったか悪かったか、自分にとってですね、どちらだっただろうっていうのをですね、えー、もしよかったらあコメント欄の方に書いていただきたいんですよ。であのー、あと、 その教習所っていうのは、会社なんですよね、利益を出しているお店なんですよ、言ってしまえばね。 で、まあ教育ということをして、えー、お金をもらって利益を出しているという会社です。何が言いたいかというと、実際の現場で、えー、やっている人たちとホームページとかを使ってですね、売上を伸ばそうと思って広告を書いている人たちっていうのは全く違うところにいるんですあ。あの、下手したら会社自体も違う外注かもしれないんですね。だからホームページに書いてあることっていうのがそのまま まあ、あの料金とか、ね、サービスとかそういうのはそうであの違ったらダメなんですけども例えばこちらのお手紙で言うとですねあの女性にも非常に安心な教習所ですと。 おえーとね、都内からそう遠くなく女性にも安心フォロー,ーというところをホームページに書いてあったらしいんですね。でこれは、ね、あの栃木の那須高原の方にある教習所らしいんですけども行、えーまあ、ったところですね、えー、非常に、まあ、女性に優しいわけじゃないとあのまず教習人数が多すぎる。 えー、もうあのコース内で渋滞するほどでそこに教員が45名つくけれどもまあ常時となってて大声を出しててで聞き取れないようなあ感じだったっていうのとあと自分以外はなんか結構そのなんかあのやんちゃな若造が非常にこう多いというところだったらしいんですよね。まあ、そこまでではまあしょううがないと思うんですけれども 何やってんだよとかそんなこともできないのかよとかウィンカー消せってアクセル回だなきゃけ見ないだろとかいう感じだったんです、まあ、声が大きくなると言ってる内容がね非常に荒っぽく聞こえてしまうというのはね僕もちょっとわからなくもないんですけどあ,の、まあ、あとね、えー、入学早々二輪は事故ったら死にますがそれでも免許を取るならどうぞ帰るならその場で全額返金しますと言われて脅された。うーん まあ全額返金してくれるだけまだましかな、うん、と思う、うん、全、最初にこう、無茶なね、課題を出されて、えー、まあ、辞めるなら辞めてもいいですけど、お金も返しませんっていうところなら聞いたことありますけれども、はい、そうか、で、えー、まあ、そうね、教習内容についてというよりも、教えることができていないんじゃないかということですね。うん確かに かなりでも、この女性の方ですね精神的にはつらかった、まあ軍隊みたいなもんですよね、その軍隊の、まあ、フルメタルジャケットって映画がありますけれども、まあ、あれに近いものなのかな、ね、女性に安心なはずの宿泊場所があものすごく不便だったという、まあ、合宿免許だったらしいんですけども、ね でえー、あまりにですね非常にこう指導員とか、ですねあと事務員に関しても、非常にこう見下した感じの物言いをしてくるということで、えーまあ、怒鳴られたりとかね、横、え、柄、ー、な態度があったりとかですね、えー、そういうことで、えーまあ、非常にこう苦労なさったということなんですが、結局あの、転校されて、ですね転校ってできるんですね。 で転校して、えー、地元のですね教習所へ行ったところ、えー、そこはもう非常にこう親切で、えー、ちゃんと教えてくれて、えー、免許が取れそうだとういうところらしいです。であのーまあ、ただ、このナース高原の方のこの教習所が、ですね、えーまあ、暴走族養成所になりたくないと、うん、ていうことで、わざと厳しくしているっていうようなあことを言っていたようです。はい、まあうん どうかなこの問題。うん確かに、うーんそうですね。うえ定休日に出るわけで、あの確かにですね。もう偏見かもしれないんですけど、まあ偏見じゃないな。僕がねあの合宿車での免許を合宿で取ったんですけども、あの合宿免許車取ったのは茨城なんですよ。茨城のどこっつったっけ？あの55の方のえっ、ー、と合宿免許状があるんですけども。あす ね、あ休みですあ。声が入っちゃう。声が入っちゃう。ああダメ<あ><あ>だ,だ。なぜここで声が入るんだ。はい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 。またあのお願いいたしますあ。番号は出てないからいいですね。あな,なぜかこっちで音声が出て。<laughs> これ多分ね、呼気がしたと逆になってる。まあいいや。えっ、ー、とですね、そう。で、あのまあ、茨城のね、えー某、某所で撮ったんですよ。まあ、某所ってってもね、もう分かっちゃうと思うんだけど。 まあ、忘れただけなんですか、ね、ですねそこはね、確かにあのー、まあ、不良みたいな人ってか、不良だよ。<laughs> ズバッと言いますけど、不良だよ、うん。不良みたいなっていうか、不良がね、いっぱいいました。はいで、あのー、もうね、漫画の中でしか見たことないような格好をしてるんですよね。あの黄色い特攻服みたいなのを着てて、眉毛が全ぞりとかあ、あとは何だろう。あのー うんなんかこういう,こう,こうパなんか俺より若いのにパンチパーマになってたりとかねとかあのー、やっぱ頭がお悪いようなんですねで教習中に習ったことが覚えてられないんですよでそれをこうまあ不満だとふざけるなっていうことで、えー、まあ,あの事務所の机を を叩いたり蹴ったりとか上に乗っかっても投げたりとかねそういうシーンをですね、えー、見たりしたことがあ,ありますだからそこの教習所はあの別になんかこう号を飛ばすっていうわけじゃなかったんですけどもそうした入所者が多いということで、えー、割とその対応についてはですねあんまりこう下からな対応はしてませんでしたね。 あ,のあんまりこうニコニコしたがらな、ね、対応をしてしまうとそういう暴力的な粗暴な人たちっていうのはやっぱあどこまでもこう行っちゃうんであ,のある程度毅然と対応する必要があるので、えー、そこはねあんまりこうなんかあの雰囲気的にお客様扱いっていうところではなかった。はい まあただ僕はあの優秀だったんで、学科でも一度も落ちたことがないし、てかそか、そこでね、4輪の免許を取る頃には2輪の免許を持ってたから、学科全免除だったんで、非常にこう暇だったから、車の免許、車の運転も、もうそんなに難しくなかったし、放棄走行とかも全然できたから、これはひどいと思うんですけども、僕を教えるときね、助手席に乗った教官ね、寝るんだよ。 もうてかあの冗談かなと思ったらガチ寝してんだよねもう君できるからあのコース普通に走っててちょっと俺もう昨日からあれで疲れたからって言って休むわ休んでふりかなと思った休んでるふりをすることでこちらのね安全意識をこう高めさせて緊張させる目的なのかなと思った <laughs> とか言って本当に寝てんのねね あのそれ問題だと思うけどそれぐらいだったら僕はね多少言葉きつくてもこう教えてもらった方が良かったかなというような気はしますね。うんまあ、あとあの二、まあ、輪の,の免許自体は教習所で、えー、通いの教習所で高校生の時に取ったんですけども、まあ、その時は特別そんなに厳しいということはなかったけれども。 ま言葉遣いはあんまよくはなかったかな、デスマス語ではなかった、うん、お,お,お前やわみたいな感じでね、まあ、高校生だったからしょうがないのかもしれないんですけども、でよくわからないのが、俺、完璧にコースこなしてたのに、念のためもう一回走ろうかってことで、卒検落とされてるっていうところが、ですね卒検の見極め落とされてるっていうのは <laughs> 今でもちょっとね気に入らないっていうか、納得いかないんですけども。はい まあ、あの若い子がいっぱいいるような場になるとあのデスマスで喋るようなです、ね、ものの教え方だとです、ね、自分の方が偉いと勘違いするやつは確かにいるんですねだからあそういうやつらをですね、えー、きちんとこう訓練してですね、えー、覚えさせるためにはですねある程度の恐怖と怖とかまあ強さ、動きっていうのは必要なのはまあ否めないというところまでは僕は教習所については理解を示します。ただその それをですね一緒くたにして、えーね、あのちょっとあの要注意人物とそうじゃない人を一緒くたにして全員を怒鳴り散らすっていうのはあのそれはよろしくないと思うただ、まあ、それを分けてやるほどのリソースもないというのであればまあ事前にね僕がそれをあの計算づくでもしやるとしたら あの事前に、えー、その人だけちょっと呼び出して、本、え、当、ー、申し訳ないんですけども、もうちもこういう,う状況で、えー、もう暴走族予備軍みたいなのを免許取りに来るので、えー、教習中は非常にこう大声を出したりとか、ですね、えー、罵声に近いようなことを言うこともあるんですけども、本当そういう時本当そういうやつらを、ねえーまあ、なんとか安全教育するためのことなので、本当申し訳ないんですけども、我慢してあの一緒に講習を受けていただければっていうようなことを、ね、僕だったら言うかな。うん そういうの、そういう気遣いはやっぱ欲しかったかなというふうには、まあ、思います。まあ、教習してるその教習内容そのものも、あまあ、僕見たわけじゃないんですけども、やっぱりいい、ねそあの、それと看板に偽りありですけども、ホームページに女性でも安心みたいなことをね、書いちゃうっていうのは、まあ、それはホームページの制作会社が勝手にやったことなんじゃないのかなって。でも、それ行かなきゃ分かんないですからね。うん、行かなきゃ分かんない。 えー、まあなんとかですね、えー、場所変わってですねうまく免許を取れることを祈ってえますけれどもあのー、ねい言い方によると思うんですよねこういうまあ僕が今動画で話してますけれどもあのー、こういうですね放送をしてまあ皆さんからまあコメント募ってますけれどもまあこれまあいろんな言い方があると思うんですよで僕もね、えー、僕自身ですね、えー、まあ言い方いろいろ考えるんですけどもまあこの手紙を書いてる いらっしゃる方は非常にこう。あの教習所に取りを感じていらっしゃいます。僕もね、あの教習所好きじゃないっすよ。 あのぶっちゃけ言うとでで、こういう自分の今の仕事に関わってから、ですねいい教習所もあるんだなっていうのを知ったぐらいで、もう教習所っていうのはね、もうフルメタルジャケットだと思ってますんで、あのスターンリー・キューブリックでしたっけ、忘れちゃったけども、もフルメタルジャケットですよ、<laughs> あのハートマン軍曹ですよ、ハートマン軍曹が、あおお、気に入った、俺の家に来て妹と頭蓋骨をピーしてもいいぞって。 いいうようううよよなななねここととを言われるようなところだなっていう緊張感のもとね、えー、やるところだっていうふうに、まあ、僕はね僕の場合は思ってましたしだからそれをねそれが好きかってもうできあいですよねもう一回教習所行けって言ったら本当に楽しめるかどうかわからない楽しめないと思う、うん、ただ楽しめ楽しいから行くとこじゃないからなうん だからって言ってねそれを僕があの教習所はのそういうのは悪だクソだっていうふうに、まああのー、言うこともうんできるけどまあ、事実として、ねえー、以前のその低身長だから諦めろっていう風なね、えー、言い方をしてくるようなこところは、まあ、それは問題外ですけどもね何、えー、というかあのーうん、ちょっと今回は僕 あのし、ー、ていうのはまあ先ほどの僕が四輪車を取ったあ合宿免許の教習所の時もそうだったんですけどもあのもしですねあそこの合宿免許の教習所がですね、えー、ものすごく親切に教えるようなあところだったらですねおそらくもうねあ,あのあのなんかね暴力団崩れみたいなあ人たちいっぱいいたんですよ。もうそれがねあすごい すごいことになってたんじゃないかっていうふうに僕は思うで合宿所はお酒飲むの禁止なんですよお酒飲むとダメなんですけどももうねあの宿舎に入って同じ部屋の人たちはすごくいい人たちだったんですけどもしばらく年賀状やり取りとかもしてたんですけどもトイレ入るじゃないですかトイレのこうなんかあの配管とかをねいじるためのメンテナンス工があるんですよでそこを開けたらもう中に大量にもうビールの空き缶のゴミが詰め込まれてるわけですよねうわ これ後から見つかって俺たちのせいにされちゃうじゃんっていうのとかあとそこの,あの合宿所のベッドとか壁とか落書きだらけなんとかかんとか三上みたいななんとかかんとか列車なんとかとか。 あのすごく画数が多くてイカメいかめしい感じでいろんなことを書いてあるんですけどもまああのびっくりしたのがかなり漢字が間違っているというところで,でその時同席し同室だった人がきっとねこれ携帯見ながら書いてるなって当時ガラケーですよ携帯見ながらこう,こうやってこうやってこうやって書いて字だねとかいうふうな感じのねところでのをのがねお酒も OK でどうぞお客様でで,でああどうぞどうぞニコニコ でえー、やってたらもっとひどいことになったかな <laughs> っていうふうに思うであのそこの合宿所の一番近くのコンビニに行くとですねまあそこに入っているこうちんぴの兄貴分みたいな暴走族の兄貴分みたいな人たちがですねまあそこら中で、えー、もうカツアゲ呼び軍ですよみたいな感じで、ね、もう多分こんな感じでねあの座ってたむろしてるんですねだから教習所からそこのコンビニの間に警備員がいるんですよ警備員がいて あのあとねパトカーが巡回に来るのね。で夜になると普通に警察官が見回りに入ってくるとかそれぐらいのところだったから、まあ、茨城県って全部そんな感じなんですか他の教所言ってないか分かんないけど茨城がそんなんだから栃木もそういうとこって多いんじゃないかなってでそう考えると教,教官がねもしかしたら大声出してるのも喉痛いからやりたくないかもしれないんですよ。でそういううい風にこう演出してこうねあの 抑え込もうっていうところのソリューションをそういう人たちを抑えるというソリューションをですねやってるとしたら一概に否定できねえかなっていう気はする、うん、ただこの方にそれを一緒にやっちゃったっていうのは問題だ、うん、っていうのが僕の最終的な見解かなというような感じですねはい。 そんなわけで、えっ、ー、とですね、あまあ今日29日であと2日あります、明日秋葉原でハリコンっていうですね、えー、ハリウッドコンベンションかなっていうものがやるんですけども、えー、それにですね、えー、まあサブチャンネルの、サバイバルの方のです、ね、サブチャンネルの方も含めてお世話になっているです、ね、トルパズさんの販売支援で私、参上してます。えー、なので、えー、まあ入場無料のイベントですので、えー、もしですね、えー、まあお近くの方、もしくはまあ秋葉原 久しぶりに行こうかなという方がいらっしゃいましたらですね、えー、立ち寄っていただけると特に何もないです。<laughs> 特に何もしてない、僕は本当、あのあのナイフの前でこうなあの刃物を解いているだけかもしれないんですけども、あのそんな感じですねお、えー、りますので、えー、あと、お,、まあ、お店自体はもう営業してないです。で31日、えー、も一応僕出るんで、 出るっていうかまあ、お店開けないですけども、あの、言て、動画は最終、最後の年、ね、末年始動画を撮ろうかなとは思ってはいるんですけども、もしかしたらちょっと撮れないかもしれないんで、えー、まあ、一応、良いお年をということで、えー、言っておきます。あの、今年、まあ、あと、まあ、残すところね、2日ですけども、まあ、あの、いろいろこう、ね、あの、頑張ったんですけども、頑張ったんですけどもっていうか、その、 かなりですね、無茶する勢いで、えー、僕もですね、あのー、頑,張り頑張りました。頑張ったっていうのは、あーオートバイを売るところの方は、今まで通り売り買いはやってるんですけども、それ以外の部分でですね、えー、頑張ってやってきたとは思うんですけども、まあ、うん。 今一つ自分の中ではもうちょっとやれるかなやれたんじゃないのかなっていう点が、まあ、残ります。でただですねやっぱりその限界として感じるのはこのチャンネルですねチャンネルの中で僕がですね露出するところでの拡散力とかですね、まあ、影響力とか広まりっていうのはですね、まあ、あの <laughs> 成長していく。 のは必要なんですがや,やっぱりねあのー、ずっと前からとかあ僕のこと分かっててとかですね応援してくださっている方っていうのをです、ね、非常にこう大事にしてですねやっていきたいなっていうのが一点でそれそれを,を,をですね大事に自分の中で、えー、大事にしつつもやっぱり他のチャンネルでですね、えー、露出をしたりとかですね、他のチャンネルで、えー、自分のですね、えー まあ、あ自分のこおセオリーとかロジックとかいろんなものがこういう仕事こういうものとかですね えー、どうしたら物が売れとかいろんなことがあるんですけどもそういうものを試して、えー、もっといけたらなというふうに思っています。はい、で、まあ、その結果、あのーまあ、僕は話題作りっていうのがですね仕事なので、えー、話題になれれば、まあ、一番いいんですけどもな、まあ、れなかったとしてもですね、えー、何回も何回もやっぱあ投げ直していくのが必要かなというふうにい思ってます。はいですね うん、そうだなうんそうなんですよまあそうん他人形はあんのかなうんまあとりあえず変わらずう頑張っていきますであとはあのー、とりあえずうもう寒いすぎますんで今年、えー、北海道の方とかもあの今年の、ね、宗谷岬組とかすごい大変じゃないかなとか思ってますけれども、えーあのー、本当その辺り気をつけてですね、えー、バイク 楽しんでいただければというふうに考えております。はい、えー。あと今年結構事故が多かったです。はい。身内もですね、そうじゃない人も含めて非常にこう事故が多かったですので、えー、事故はゼロにはならないと僕は思ってます。はい。あのー、どうしてもね、それはあ起きてしまうんだなというふうには思ってますけれども、えー、ぜひ来年はですね。 もう少し事故が減る、もしくはですね事故った時に自分を守れる、あとは盗難もそうですけども、そうしたところからですね自分を守れるような準備に少しお金を使うっていうのもまあいいんじゃないかというふうに思っております。はい というわけでホワイトベース館内放送をやらせていただきました。またちょっと31日取るかもしれないんですけれども、はいえー、あとあの最後になりましたけれども、お,お手紙、ありがとうございます、えー。ホワイトベースのですね館内放送は、ですねこうしたお手紙やですね、えー、ご質問メール等をの中からですね、えー、やらせていただいております。はいえーまあ、あの答えられる内容であれば答ええー、られます、はい。答えられない内容ですと、ですね一応ちゃんと読みます。ちゃんと読みますけれどもあの、特にリアクションはなかったりとかするんですけれども、 えー、もしよかったらですね送っていただければ幸いでございますはい、えー、というわけで、えー、失礼します、えー、ご視聴今日もどうもありがとうございました